この状態で、まあ、焼き物とかをしますよね、こう火に炙って。で、できたかなって確認するときはこれぐらいしか開けないので、出来上がったなっていうときにこう置くんですよね。で、この時はもう外したいことが多いんですね。この180度開いた状態では外したい。ただこれ外れないんです。このここの部分ですね。ちょっと見にくいんですけど、この2箇所の出っ張りがあるために180度では外れず、もうちょっと行かないといけない。見えますかね。これでもまだ外れないんです。これでも外れない。これもう200、どうでしょう、20度ぐらいいってるんじゃないですかね。どんどん、あ、やっと外れました。ということで、ちょっとなんかこう、かなりこう、開かないと大きく外れない。ということなんですよね。それがね、どうしてもちょっと使いにくいんです。で、まあ、くっつけるときもそうですね。何かこう例えばこう液体状のもの、今日だったらのパンケーキ、ホットケーキミックス、割と緩い、ものを入れて、まあ、入れたとしたらこの状態のままこうつなぎたいんですね。でつないでひっくり返したい。ただこうつなげないんですよね、この状態だと。こう液体状のその緩いものが入ってると、まあ、お好み焼きなんかでもそうだと思うんですけど、こう持ち上げてこういうふうに、入る角度を探すっていうのは、この液体がですね、例えばこぼれたり、ちょっとこう炎に気を使わないといけなかったりで、こうなかなかパッと入らないものですから、やっぱね、これすごいちょっとストレスなんですよね。あ、入りました。でここの部分ですね、ここの1箇所と、こっちの1箇所、合計2箇所あるんですけど、両方とも、まあ、切っちゃうと、まあ、もうどの角度でもはまるし外せるっていうことになっちゃうんです。この入る角度、入る角度の調整をしようと思うと、ここにちょっと見にくいんですけど、ここの綺麗な円じゃなくて、こう一部円の一部が欠けてるわけなんですけど、その欠けてる部分を、もうちょっとこう、なんでしょうね、広げてやると角度が調整できるんですけど、その加工はちょっと難しそうなので、できないことはなさそうなんですけど、一度この出っ張りを2箇所取っちゃうと、もうどこでも外れるってことにはなっちゃうんで、外したくない人は切らない方がいいんですけど、まあ私の場合は、まあ、どこででも外れてもいいかなと。要は料理の途中で外したくないのに意図せず外れてしまうということが起きないんじゃないかなという感覚を持ってます。この、まあ、グレーの方と黒い方があるんですけど、これで言うとグレーの方を右にずらす、私から今見てですね、右にずらすと外れるんですね。ということは、この出っ張りがなくなったときは、どの状態、この角度であっても、この角度であっても、グレーの方を右にやると外れちゃうんですけど、料理してる途中に、意図せず、このグレーだけ右にやるっていうのは、おそらく親指でここを例えば押さえて右にやってしまうとか、ですかね。まあ上下回転同じですね。右に押さえてしまうと外れるんですけど、多分ですね、そういうことはないような気がしますので、まあ、一度この出っ張り取っちゃうと、もう元に戻せないので、一方通行なんですけど、まあ切っちゃっていいかなというふうに思いました。ということで、これをちょっと加工してみようと思います。はい、ではこの部分ですね、この部分を取ればいいということになるので切ってみます。これですね、手の子です。で、まあ、金属も切れるような細めの糸の子ですね。
アルミなので柔らかいので何でもいけるんじゃないかなということで試しにやってみます。いいですね、切れました。結構簡単です。じゃあこっちも切っていきましょう。ここですね、同じように、元の状態はこういうふうに、突起がありますので突起を切っちゃいます。はい、切れました。無事に問題なく切れました。まあこれぐらいですね、これぐらいの大きさの本当にちっちゃい突起です。はい、では両方とも切りましたので、どうなったか、はい、お楽しみのシーンです。いきます。もうこの角度ですね、一番普通に持つ角度で、よいしょ、はいはい、余りました。で、この角度でも外れます。どの角度でもはまるし、まあこれでいいかなという感じですね、多分。まあ料理するときはですね、ここでロックしますので、どっちにしても左右に外れる、ロックしとけばですね、この突起がなくても別に外れることはないですし、でこのロックを外しますと、まあ、いつでも外れる状態なんで、まあちょっと気をつけないといけないかもしれませんね。外したくないときにうっかりとこうずらしてしまうっていうことがないように。まあ、ただ多分慣れたらこれは別にどうもないかな。てかまだちょっと はめにくいなって感じるぐらいですので、どっちかというとここの突起をですね、先をあのテーパー状に細くして、でこっちもちょっとこう細くして、この部分ですね、先を細くすれば穴に差し込みやすくなるので、そしたらもっとこうやりやすくなるかもしれません。はめるのはですね、外すのはまあどちらでもいいんですけど、はい、ということで、加工をして、まだちょっとはめるときがですね、やっぱり若干やりにくいなっていう感じするんですけど、出来上がりましたので、次回からはこれでちょっと料理をしてみたいと思います。